外観シャーレ、またはペトリザラは、もともとは微生物の培養実験で用いられる、ガラス製の平皿であり、観点培地を平板培地として使用するために、考案されたものである。その後、一時的な容器として広く科学実験で使用されるようになっている。ドイツの細菌学者、ユリウスリヒャルトペトリが発明した。構造シャーレは、入れ子になるようにわずかに光景の異なる。 ごく浅い円筒形の容器が2枚で一組となっている。蓋はやや大きくて浅く、底側はやや小さくて深くなっている。その皿の縁は底面と平行になるように切断加工されているので、整地した時に自重で上皿と下皿とが密着し、適度にシールされるようになっている。大きさは様々であるが、現在では直径10センチメートル程度のものがよく用いられる。 高さは1センチメートルから2センチメートル程度が標準的だが数センチメートル以上の背の高いものもあり腰高シ,シャーレと呼んでいる。元来はガラス製である。微生物の培養に際しては滅菌の必要があり熱に強い素材が求められる。しかし最近ではプラスチック製で製造過程で滅菌済みのものがガラス製のものより安価で市販されている。本来は 寒天培地を底皿に流し込んで、薄い固形培地を作り、そこに微生物を培養するためのものであった。寒天培地を流し込む際には、滅菌操作の技法の通例で蓋を完全に開けることを避ける。蓋を片端から持ち上げ、完全にずらさず底皿の上にかぶせた状態で、開いた隙間から寒天培地を流し込み、すぐに蓋を閉めてゆっくりと皿を前後左右に揺らし、 均等に倍地を広げる。このような操作は外部からの微生物混入、いわゆるコンタミネーションを避けるための配慮である。一連の操作を雑菌の混入を防ぎながら、それでいて扱いやすい形状になるようにシャーレは設計されている。微生物の培養に用いる場合、あらかじめ滅菌を行わなければならない。一般には新聞紙で2枚程度を包み込み、 関熱滅菌にかけることが多い。少数だけを処理する場合には、媒地を入れたシャーレを、加圧滅菌にかける場合もある。なお、蒸気のように滅菌済みのプラスチックシャーレが現在では、よく使われるが、これは、関熱滅菌にもオートクレイブにもかけられないので、基本的には使い捨てである。菌類培養においては、培養時にはシャーレを逆さに置くことがよくある。これも、雑菌が、 培地表面に落ちることがないようにとの配慮である。また、乾燥をできるだけ防ぐ目的もある。培地が流し込まれている分、底皿は重いので、逆さに置くと自重で、より密着するからである。ただし、いわゆる培養線ほどの性能はないから、コンタミネーションに対する配慮が常に必要である。乾燥とコンタミネーションを防ぐために一回り、大きい容器に入れて保管することも多い。 なお、シャーレは、使用法などの関係で、非常に多数を同時に使用することが多く、それを使用する分野の実験室では、試験管とともに数の多い容器である。そのようなことから、浅い容器として、本来の目的以外に使用されることが多い。例えば高校理科の教科書でも、細胞分裂の観察の際の玉ねぎの根を薬液に、浸しておく。 といった際にシャーレを用いるものとされている。シャーレを用いた実験操作が広範囲で使われるようになっていることから特殊なシャーレも作られるようになっている。例えばサンプル中の細菌の数と種類を検定する際はサンプルを多段階で十分希釈した一定量の液を寒点培地で固めたシャーレ中に入れ一定時間培養した後に発生するコロニーを 観察する方法がよく用いられる。この方法は、希釈平板法と呼ばれる。各コロニーは、元は1個の細菌から増殖するように適切に、倍地の種類と希釈度を調節しているので、コロニーの形態から菌種を推定し、希釈度から元の菌数を推定することができる。このような作業を簡単にするために、シャーレの底面に格子が印刷されているものもある。 また、コロニーを見つけやすいように蓋にレンズが仕込まれた例もある。また、北里柴三郎が発明した焼け製菌を培養するために作られた蓋と本体が一緒になった亀のコシャーレというものもある。ありがとうございます。